にちは。こんにちは。はい、コンディショニングジムアブエクストレーナーの田中です。田久保です。本日もインスタライブ始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では音の確認を、あ、田中さんで音の確認をすいません、お願いいたします。少々お待ちを。今から音の確認をします。あ、出てます、音出てます。 OK です。すいません。はい、では本日は体力をつけ始めよう、日常生活の中でできるホニャララをスタートしてみる。はい、はい、そのことで最近暑なりましたね。暑くなりました。暑くなりました、はい、大丈夫ですか、体調などは。体調は大丈夫です。大丈夫です。はい、暑いなってなってます。暑いなってなってますね。はい、なんか普通に30度超えてますね。超えてます。はい、この前、真夏日って聞きます。ね、先週行ってましたね、30度。はい、大阪も行ってましたよね。行ってました。なんかもう最近はもう27、8、9とかがもう普通になってきて困ったもんです。困ったもんです。暑さはどうですか？得意ですか、田中さん？暑さは、うん、いやダメですね。ダメです。そうっすよね。はい。どうされました、何か。いや、なんで大丈夫です。大丈夫ですか。はい、私はもう夏がダメで、はい、暑いんでね。はい、まあ、何の話なんでしょうって感じですけど、うん、ちょっと今日はその体力がこれからちょっと、まあ、気温が高くなったりとか湿度が高くなるとどん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 ちょっと体力しんどいなとか体しんどいなっていう方、特に最近体調を崩されている方も結構多いので、まあ、今から体力つけていこうっていうお話となっております。はい、はい、最近田中さん感じることあります？体力落ちてきたなとか、なんか体力ないなって感じること。最近は、はい、あれです、うん、なんか地下鉄とかで、はい、階段、うん、出口までの、はい、階段がちょっとしんどいなって感じてます。うん、結構長いですもんね。結構長いですね。長いですね。どこの駅でも長いです、ね、確かに。地下鉄は特に長いですね。はい、私でも四ツ橋が一番最強に長いと思ってます。四ツ橋長いですね。四ツ橋めっちゃ長いですよね。めっちゃ長いです。私たまに電車出勤、はい、雨の日とかするとき、あの階段で汗だくなります。でも確かになんかもう終わりかなと思った。あ、まだ、まだあったみたいな。もう一個上がらなみたいな。でホーム改札出てまた上がらんとダメですもんね、階段で。はい、確かにあれは体力とかは確かに感じます、階段とかね。はい、それぐらいですか最近は感じること。ね、まああとはもう出勤の自転車とかは、うん、確かに、まあ、なんか気温とかがいい感じの日は、うん、なんか適温の日とかはなんかこう心なしかすっていってる感じ、うん、イメージ、はい、体感なんですけど、はい、暑い日とか湿度高い日とかはなんかしんどってなります。出勤ってか会社に来るまででも、うーん、なりますね。はい、私も嫌ですもんね、もう最近は。結構やっぱ雨降ったりすると、うん、もう暑さも加わってさらになんか、うん、すごいことって思って、ね、地面どよーみたいな。はい、てか最近雨続いた時あったじゃないですか。はい、私はもう湿度が本当にダメで、はい、湿度高いともうテンションも下がっちゃうんですよ、はい、下がっちゃうんですよっていうか、まあ、しんどくなる、うん、で、なんか頭痛もうちょっとこの気候の関係、気圧の関係でちょっと痛くなるんで余計になんか、あ、しんど、体が動かない、うん、思ったように動かないってなるんで、うん、特にこれからの時期はやっぱり体力をつけてそういうのを乗り切れるような体作りが必要ではないかなと思います。はい、はい、田中さんのイメージ、体力つけるって、体力ってなんかどういうイメージですか？体力ってなんか説明できます？体力、はい、そうですね、まあでもなんか子どもの頃とかは、うん、なんかそういうの関係なしに、うん、なんかこう体力つけたとかあんま考えてなかった。まあ確かにいつでも元気でしたもんね。元気やしみたいな感じだったんですけども、はい、今ぐらいからはなんか、うん、そうですね、なんかこうしんどくなるのも、はい、なるのが嫌なんで、はい、そうですね、なんかこう何かをするために体力つけるというよりかは、うん、日常生活、うん、しんどくならへんためにつけていきたいなっていう。確かに予防って言ったらなんか言い方があれなんですけど、うん、
大事ですね、はい、確かに日常生活が動きにくいとか生活しにくいが一番しんどいかもしれないです ね毎日のことですし、はい、なんか確かに子供ってなんであんな体力あるんですかね。ですかね、めちゃくちゃ元気ですよね。元気ですね、常にみんな。今日キッズのアカデミー、キッズアカデミー私担当させていただいたんですけど、待ってる間あのスレッドって言ってソリみたいな感じでこう押す、はい、重りを押すっていうのを子供たちもやったりするんですけど、待ってる間あの子供たち今日腕立て伏せしてたんですよ。あのこっちから別にやってとか言ってないけど、別に待っといてねって言ったら一人の男の子が腕立て伏せし始めたら、なんか私もって女の子横にいて女の子もやり始めて伝然して、あの押してる子以外みんな腕立て伏せしてるんでえーみたいな。すごいな。なんかまあ楽しいんでしょうね、なんか体動かすこと自体がですかね。で自分の番来たら普通に押してるんですよ。振動って言いながら、まあそりゃそうやろうって思いながらでしたけど、だから子供の体力ってやっぱ大人になるにつれてあれなんですかね、まあ、どうしてもこう体力の何ですかばらつきとかはちょっとあるのかもしれないです、うん、確かにちょっともうなんか運動しなくなって、昔はなんか部活とかやってたんで、うん、あ、そうですね、自然と体育とかもやってたんで、あ、確かに自然と動かす機会があったんですけども、はい、大人になると自分で進んでやらな、動かす機会ってないですね。ないなっていう感じですね。確かに体を動かす機会が減ってるから体力落ちてるのかもしれないですね。まああると思います。だって体育とかって週2回ぐらいありましたもんね。週2か3ぐらいありましたもんね。ありました。そうか、じゃあ週3運動してるってことになるからめちゃくちゃいいですね。はい、体を冬はなんか持久走とかやってましたもんね。やってました。田中さんの学校の周りとかはありですか？結構急斜面とかでした？急斜面はなかったんですけど、お、はい、でもなんかありました。なんか外周みたいな、うん、ありますね。で確かに走って、地獄のね、あったな注意つけてありましたね。私の地元というか行ってた高校はほぼ山の中みたいな感じなんで、アップダウンめちゃくちゃ激しかったんですよ。だから登りとかめちゃくちゃしんどかったんですけど、なんか坂が鬼のようなこれぐらいの坂があって、はい、でみんな自転車で立ちこぎしていくんですけど、1年生までは3分の1ぐらいしか登れないんですよ。へ、はい、で2年生は多分ちょっと体力ついて3分の2まで上がれるんですけど、そこからもう降りちゃうみたいな、はい、で3年生になったら上まで上がれるんで、上まで上がったら あれ3年生やなとかそれで分かるっていうのはありました、高校の時。もう上達してやっぱなんかでも配分とかやっぱあるんかもしれない。かもしれない。か、もう足腰の筋力がめちゃくちゃ育ったからこの3年で。確かにそれはとかはありますね。はい、まあ、それも体力関係してるのかどうかはあれですけど、まあ繋がってるかもしれないです。はい、で体力も一応なんか2種類あるらしくて、なんか今言ったのってなんかこう体動かす方の体力、うん、運動してとかなんかこう持久力じゃないですか、そういう持久走の体力とか体を動かす体力。まあ、素早く動く俊敏性とかの体力と、もう一個の体力がその免疫力、うんうん、なんか体をウイルスから守るとか病気にならないように健康を維持するための体力っていうのが2種類あるらしいです。ほう、そうなんです、らしいです。その後に言っていただいた方も体力になるんですね。に入ってるみたいです。それも体力がないとそこの免疫力が下がっちゃうとか、うん、特にそうですね、あの免疫力が下がると、まあ、体も疲れてどん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 病気になりやすいとか怪我しやすいっていう風になってきます、うん、あと体温調節とか、あ、寒い暑いの体温調節ができなくなるのもこれ体力落ちてしまうと調節もできないんで、なるほどっていうのがあるらしいです。特に今なんか地下鉄はもうクーラーついてるらしいんですよ、冷房、はいはいはい、電車とか、はい、でついてないところ、ついてるところで行き来してると確かにその体温調節、体ができなかったりとかしたら体力ないとどん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 それにやられてしまうっていうのがあるらしいので、それも守るためにも体力は必要となります、うん、確かに。でもなんか夏とか、はい、なんかクーラー病みたいな、あ、そうです ね、 いますね。クーラーばっかり当たってると調節機能が下がって、はい、言いますね。言います、言います。ここに来ていただいてるその普段デスクワークの方とかでも体暑いけど手足だけめちゃくちゃ冷たいとかやっぱりあるみたいです、仕事中それに悩まれてる方もやっぱ多いので、なれば体力は今のうちからつけていくのが一番いいと思いますね。これはどんどん暑なるし、梅雨来たらまた湿度も高くなってしんどくなっていくので、
体力をつけていこうっていうテーマです。はい、はい、でもやっぱなんかジムに行ってとかが一番手っ取り早いじゃないですけど、うん、まあ体力つけると思うんですけど、ね、なかなかやっぱ忙しい方とか、うん、そこまで行けない方って多いと思うんで、まあ、日常生活でできる体力をつけるための運動とかを今日はお伝えできたらなと思います。はい、ちなみに田中さん何が想像つきますか？日常生活でパッて思いつく運動、体力運動は、はい、もう走る。おお確かにめちゃくちゃ体力つきます、それは一番体力つきますね。そうですね、一番つきます。走ったらとりあえずなんか体力つくかなっていう、はい、いやでもそれはもちろんです、体力走る一番いいです。理想はそうですね、ジョギング的な、うん、他にありますか？他はそうです、まあトレーニング、はい、運動、トレーニング運動ですかね。おお、いいですね。最後に、ちなみに出勤は何で来られてますか？出勤は自転車です。ああ、はい、自転車でも結構しんどいですもんね。結構そうですね、やっぱりまあ10分弱ぐらいなんですけど、うん、自転車で、はい、これなんか急いでたりしたらめっちゃこぐんで、はい、なんかそれでちょっとなんかついた頃には、はい、あれじゃないですよね、電動じゃないですもんね。あ、電動ではないですもんね、はい、だ電動じゃなかったらその分負荷かかるんで、うん、それだけでも十分な、ね、楽じゃなくしっかり焦げるっていうのでもありだと思います。でさっき田中さんがおっしゃったみたいに駅の階段、はい、あれ結構ね上がるだけでも制覇するんで、うん、ちょっとじゃあ階段上がってみようみたいな、今の時期やからこそできるっていうのもあると思います。真夏になったら汗だくなるんで、私みたいに。あ、確かに、はい、もう散歩とか行けないじゃないですか、その時期に歩こうって思わないん で、ね、はい、今の時期だからこそまだちょっと涼しいかな、うん、ぐらいでできるのが一番いいかもしれないです。そうですね、確かに真夏の暑い日とかに外にランニングとか、いやもう逆にちょっと熱中症とかなんで危険です。危ないです、特にこの最近は暑いんで、今だからこそ帰りじゃあ1駅、最寄りの駅から1個前に降りて歩いて帰るとかでもいいかもしれないですね。やったらちょうど家帰ってちょっとまあ汗かいてお風呂入ってと流れが一番。ここに来てる会員さんで女性の方で家のマンション13階かなんかな施設住まれてるところは、でも今1階から9階まで今まで階段で上がったらしいんですけど、最近11階まで上がるようになったらしいです。すごい。あ、いくつですかね、50、60代。あ、11階ってすごいですよね。でもさすがにそこでちょっとしんどくなるから、そっからエレベーター使われるらしいんですけど、それまで行けるとこまで階段使うっていうのを目標に。なるほど。で、いずれかはその13階まで自分で歩いて行ける体力をつけるっていうのでされてるんですけど、まあ、それもありですよね。そうですね、しかもなんか階段やってなんか段階があるとなんかちょっと分かりやすいですね。確かに今日は何階まで行けた。ああ、いいかもしれないですね最低このフロアまで行こうみたいなね全然いいですよね。分かり、なんか目標っていうか分かりやすいと、はい、頑張れます、ね、頑張れます。確かに私が今普段心がけてるというかやってることは、私も自転車で通勤してるんですけど、坂道が1回あるんですよ、ドンって、はい、で下ってアウェクスみたいな感じなんですけど、特に長堀の道でちょっと坂道があるんですけど、はいはい、ギアを軽くしないっていうのやってます。あ、前まではギアを変えて、はい、もうちょっとしんどいからギア軽くしてシャカシャカこうって思ったんですけど、今は必死のパッチで必死のパッチでこいでやってます。あ、そうですね、はい、やっぱり階段ですね。あ、名古屋は地下街が多くて階段結構きつい。あ、そうなんですね。そうなんです。じゃあもう必然的に日常的に体力アップの階段トレーニングをされてるわけですね。そう、素晴らしい。あ、確かに、でも地下街とか確かに絶対階段ですもんね。でもそこであれですね、エレベーターとかエスカレーターを使わず頑張って階段でっていうのが一番いいかもしれないですね。ねえ、あ、なるほど。確かになんか目的地までやったら確かに、なんかこうそれが目的じゃなくて、うん、目的のための手段として歩いたりとかって、はい、
いいかもしれないですね。すごい。ってことは名古屋の方はもしかしたらめちゃくちゃ体力がある方多いかもしれないですね。そうですね。素晴らしいです。あの大阪にもクリスタ、はいはいはい、長堀、はい、も階段多いですからね。階段多いです、はい、あそこに行かれる方はぜひ階段を使って買い物してください。はい、そんなわけで、そんなわけですが、まあでもそうですね、日常的にできることといったら、まあまあまあそういった歩くことが一番いいのかもしれないです、うん、まあ、家でストレッチとかなんかトレーニングとかできるのが一番いいんですけど、まあなかなかね難しい方多いと思うので、よかったらそういった階段を使うとか、ちょっと歩いてみる、自転車乗ってみるっていうのを意識していただければ変わってくるんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、今5月中旬、はい、なんで多分これから梅雨来て7月来るまで2ヶ月ぐらいあるんで、うん、まあ、ちょうど今からコツコツ始めるのが一番いいかもしれないですね。そうですね、もう真夏に始めるよりかはに向けて準備していった方がいいですね、うん、いいですね、はい、今からできることを始めてみましょう。はい、はい、まあでもあの、まあ、アウェイクスの宣伝もしたいんで、あのもし興味あって、まあ、体力つけるために自分が今何が必要なのかとか、うん、なんかもう体の機能的に可動域が狭いから足一歩出なくて、その分たくさん多く歩いて しまってる人とかも多いと思うんで、うん、まあ、可動域出すためにとか体のバランスをちょっと知りたい、夏までにしっかり体力つけるために今の体の状態を見たいっていう方はぜひ、うん、アウェイクスへお越しください。ハモった。最近にいつでもあのインスタからでもホームページからでもあのお問い合わせ、電話でも大丈夫です。もしかしたら田中さんが電話対応してくれるかもしれません。かもしれません、ね、違う人かもしれないですけどですね。田中さんが取った場合はラッキーということで、ぜひぜひご連絡お待ちしております。はい、というわけで今日はその体力作りのところでしたが、田中さんが今からやろうかなって思うこととかあります？体力アップに向けて。体力アップに向けては、はい、まあ、そうですね、その階段使ったりとか、はい、あとまあ歩くようにすることと、うん、あんまりそのエアコン、うん、まあ、もうちょっと使うの やめるっていうか、あの控えようかなと。確かにギリギリまで。そうですね、ただ我慢しすぎはまたあの危険の領域に入っちゃうので、うん、できる限り必要な時に使う、危なくなったら使う、我慢しないっていうのは大事かもしれないですね。はい、はい、そうですね。タコさんは何か、はい、私はじゃあ何しようかな。階段を使います。家のマンション。ああ、はい、私は5階なんで、家が5階、マンション5階なんで、頑張って今日はじゃあ3階まで上がろうかな。3階からエレベーターで、それやったらもう5階まで行きますね。頑張って5階まで。とりあえずじゃあ今日は必ず階段を使って上がろうと思います。それで自分の今体力がどれぐらいなのか、どこでゼーハーするのかをちょっと調べてみようかなと思います。まあ、それもありですよね。確かに、どこまでで自分が今ゼーハーするのか、じゃあ来月もう1回登って、あ、ちょっとマシなのかも、いいかもしれない。どうしましょう、2回ぐらいでゼーハー。ちょっとそれはやばい、ちょっと頑張らない、ちょっと頑張らなダメですね。はい、ちょっと目安もしながら頑張りたいと思います。特にちょっとあのね、あの気温高いですし、なんかさっき田中さんとも喋ったんですけど、東京の気温が火曜日がなんかガクンと落ちるとかが結構あったんで、うん、大阪は多分やる一定やと思うんですけど、ちょっとその体温の調節であったりとか気をつけて皆さん日々を過ごしてください。はい、はい、では本日は以上となります。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週もお願いします。お願いします。